今週のパチンコプレイガイド TV は、先週お伝えした通り、山のキングの裏側に迫った山金大陸をお送りいたします。いや、もうなんか久々に来た。いや、よかった。気持ちいい、やっぱり風が気持ちいいね。大人にならないとできないことはいろいろとある。例えばパチンコ。やってみたいけど難しそう、そう思っている人は多いと思う。そんな人たちに分かりやすく楽しさを伝えるのが、パチンコライター山のキングの仕事である。山のキングのトレードマークといえば、帽子にサングラス。この日は共演者と一緒に新しい帽子を買うことに。自分の感覚だけで買うと偏るでしょ、一緒。はい。だからちょっと二人が、はい、こういうのよ、あ、選べましょうか。そうそうそう、そういうのやってほしい。なんかいろいろ被ってみた方がいいんじゃないですか。そう。新しいジャンルへみたいな。うん。キングは、うん、こう帽子に対するこだわりみたいなのとかあるんですか。すごい猫っ毛で、はい、雨とか降るとペチャンとなるから、はい、それを面倒くさいから一時セットするのが、はい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 、それで被り出したの。なるほどね、うん、種類も結構いっぱいある、うん、迷う、うん、どれがいいんやろ。いやでも言っとけど、二人、あのこれ振りじゃないからね。振りじゃない、別に面白いもんとか。かおりちゃんも手に持っちゃってるけど。いやこれなんかね、爽やかよね。ちょっと被ってみてくださいよ。ほんと、うん、はい、爽やかでいいんじゃないですか、うん。あ、コメントがないやんか。かぶせたんならコメント言ってくれる。ちょっと若すぎる。若すぎる。言っとくけど、はい、共演者として、はい、やっぱ共演者がね、かっこよく見られたいと思うでしょ、はい、だからそういう目線で探しなさいって言ってんの。この男、かっこいい帽子が見つかるまで納得しない。かぶっては脱ぎ、かぶっては脱ぎを繰り返す。入らんもんな。とにかく長い。これ、ちょっと香りちゃん、私あ、似合う。これ、えなちゃん似合うで、ほら。これ、あ、似合いますか。これ、えなちゃん帽子似合うん違う。でも本当ですか、うん、いやー、ほら、お嬢様になるもん。買ってもらおう、これ。キングに買って。ねえ、買ってもらいたいよ、キングに。決めよう、決めよう。いや、違う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 、趣旨が変わってる。自分が似合うのじゃないやろ、今日は。違う、あ、そうか。俺、これ買ってもらおう。だからもう完全に自分のを選び出してるやん。違うやろ。ありがとうございます。違うって。ありがとうございます。だからもうキング、これがいいんじゃないですか。あ、そうですね。これ。これ？うん。これ一番無難そうな感じ。うん。うん、ああ、ありです、ありです。違和感ない。ありですってなんで、ありですって。ねえ、ありっちゃう。ありって似合うっていいやん。あ、ね、似合います、似合います。似合うとかかっこいいでいいやん。ありですってなんだ。かっこいい。いや、噛んでるやん。えなちゃん、かっこいいよ、噛むかね。かっこいいよ。いやでもそれが今まで一番かぶった中で似合ってます、うんうん、そうやな。じゃあもうこれにしようかな、はい、今回。じゃあ思い切って、はい、お願いします、うん、はい、じゃあこれも一緒に、はい、はい、ありがとうございます。すいません、3つお願いします。いくらすんのこれ。高っ。これ6000円。結構一番高い。やったえ、本当に買う。あ、大丈夫です。山のキングの印象を共演者のエナに聞いてみた。イメージするのはどんなイメージですか、山のキング。会う前はなんかもうすごい人みたいな感じ。面白いし、なんやろ、なんかあんまり会ったことなかったんで、もうテレビの人みたいな、はあ、イメージはすごい強かったです、うん、最近はどうなんですか。最近はなんか香織ちゃんとキングがなんかふざけて遊んでたりするのを見たりすると、なんかお茶目な一面もあるんやなとか。どういう遊びも。なんかボールで遊んだりとか。こんなことしてみたいなのってありますか。
山野さんと、へえ、遊びたい。なんかこの感じ、なんかこうなんか鬼ごっことかしたいです山のキングの知られていない一面の一つは食へのこだわり。食には全く関心がなさそうに見えるが、実は意外とグルメだという。ロケの合間の食事場所などは全て決めるというほどのこだわりを持っている。この日来た店ももちろん例外ではなく、自らリサーチして選んだ店だ。でも知ってる、ここのカレーは本当に美味しいのよ。いや噂にはめっちゃ聞いてます、ね、うん、もうカレー好きとしてはかなりおすすめの。カレー好きとしては、うん、店何カレーなんですか。ホワイトカレー、ホワイトカレー。結構珍しいですね。そうそう、海鮮ホワイトカレー。あ、マジですか、意外。カオリちゃんはね、前にもこの番組でやったから。あ、来ました来ました、うん、そっか、ホワイトカレー、うん、二人食べたことないでしょ。ないです。ホワイトカレー、うん、美味しい。一回もないかな、今。はい、うん、うん、そうそう、楽しみ、うん。そんなにカレー好きなんですか。カレーはね、やっぱりね、カレー作れるの二人は。カレー作れます、さすがに。カレーはそれ自信があるの。自信あります。自信ある。あります。えなちゃんのカレーは、はい、まあ、うん、あのいい肉使えば大体美味しくなるんですよ。ほら、顔が悪い顔が悪い顔になってる。いい肉使えばね。さあ、ということでおすすめの、はい、うん、ホワイトカレー、美味しそうでしょ。美味しそう、美味しそう、おしゃれね。なんだけど、一つ問題が発生しました、ここで。こんな問題が発生するとは思わなかった、はい、あんなに和気あいあいとカレーをみんなで食べようみたいな話をしてた中、うん、はい、いたどもなくんがやってしまいました。やってしまいました。なんでこれを頼んだの。いや、なんか正直なんか、うん、こっち食べたいから意見をないがしに。いや、あのカレーの話キャッキャ一緒にしてたよね。謝った方がいいですよ。謝った方がいいですか。謝った方がいい。ああ、どうもすいませんでした。なんなんそれ。なんなんそれ。間違えました。間違えました。食べましょうか。いいですか。食べましょうか。食べましょうか。はい、じゃあいただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。これじゃないですか。あ、そうだ。キングこっちです。え？あ、そうなん。男性チームの勝利。ファイヤー！山のキングのイメージといえば、面白くて元気な人。心が引きつけられるくらいいつも元気である。この元気の源はどこから来るのか不思議に思った人も少なくはないと思う。この秘密は海にあった。まだ次まで時間あるから、はい、ちょっと海行こう。海。海ですか。海。今から。そうです。海あるんですか、この辺。海近くにあるから。あ、そうなんだ、うん、いいですね。海の良さを君たちが知ってるかどうか分からんけど、とりあえず海行こう。海に、うん、はい、よし、海の良さ、海行こう。海着いた。海や、着いたよ。はい、着きました。いいよ、ほら、これやっぱ心が洗われるでしょう。あ、でも久々に海来た。でしょ。この音がいいよね、やっぱりこの。え、あ、どっちの音。海が大好きで定期的に来ては癒されるという。いや、これはやっぱなんか癒されるね。すごい、雨がすごいね。痛くないですか。怖い怖い。何やってるんですか。あの今ちょっとまだ海でこのパワーを感じてるところやから、黙っといてくれる。パワーを感じてる。やっぱこのなんていうの、はい、母親と同じようなイメージなの、この海は。やっぱり俺の中で全部を包み込んでくれる。うん、俺の悩みから何から喜びまで含めて、はい、全てをここでこう受け止めてくれる存在が海なのよ。いや、ちょっと鬼ごっこしたくない。うん、なんか、ね、せっかく来たならね、鬼ごっこ、ちょっと走りたい。うん、まず海を黙って、まず海を、ね、うん、見つめてみなさい、どう思うか、はい、うん、キング眠くなってきたんですけど。寒い。キング
ほんと君らと来るんじゃなかった。君やっぱり海は一人で来るもんやったわ。君らと来るんじゃなかった。いいじゃないですか。ちょっとなんかね、せっかくだし、ね、走りましょうよ。何をするの？走るって何よ。鬼ごっこ。あ、だって鬼ごっこしたいっつってたね。鬼ごっこしよう。じゃあ、じゃあじゃんけんで鬼決めて。じゃんけん鬼決める？あ、いいよ。二人じゃあ逃げる方で、俺が鬼で。あ、鬼ですか。ああ鬼、はい。やあ。行くぞ。捕まえた。捕まえた。うわ。終わりや。早いよ。終わりや。終わりや。もう一回、もう一回。せーの。はい、捕まえた。はい、終わりや。違う。違うでしょ。キング、もう一回、もう一回鬼ごっこしましょう。鬼。いきますよ。せーの。じゃあ、車行こう。もう。あんなに付き合ってらんない。おい、ちょっと、鬼、ちょっと、帽子の鬼、帽子の鬼って。あー、痛い。あー、どうした？痛い。どうした？痛い。どうした？大変。キング助けて。大変。痛い。傷口に海の水を塗ってりゃ治るから。帰ろ帰ろ。いや、もうなんか久々に来た。いや、よかった。気持ちいい。やっぱり風が気持ちいいね。よし、仕事頑張ろう。彼にとって海はエネルギーをもらう場所なのである。まずさ、男がよ、女の子二人を差し置いて先に帰る。いや、信じられんね。ほんと、うん、そうよ。キング鬼だぞ。むせた、むせた。おじいちゃん、はよ行くよ仕事。え、なんで。香りにとって山のキングとはどういう存在なのだろうか。一言で言うと、笑いみたいな、お笑い色が強いけど、笑いって思うけど、実はね、ちょっと男みたいなとこもあるんですよ。男みたいなとこもあって、もうなんかね、いろいろ困ったことがあるときに、こう、なんかあったら山のキングみたいな。編集部の人とかもね、キング頼ってるとこあるんじゃないみたいなところもあったりする感じですね。でも意外とシャイクールな一面もあるみたいなとこもある。いやでもやっぱパチプレといえば山のキングみたいな、山口の夜といえば山のキングみたいな、山口の身のもんた的な感じですかね。うべっこえなが。ロックンロールだから。うべっこえなが映画。クールな一面もあるというが、カメラが回ればそんな姿は見せない。この日は夕方からホールで収録。パチンコ、パチスロの話をするときはより元気だ。やれよ。それが5セットするんですが、ホールでの収録後は飲食店での撮影。撮影が終わった頃には夜の11時を回っていた。この日は珍しく共演者とお酒を飲むことに。果たしてクールな一面は現れるのか。あー美味しい。エラちゃんでもなんかさ、リアクションが女の子っぽいよね、すべて。そうですね、うんうん、ね、猫かぶってます。猫かぶってます。普段は違うの。え、それ意識してやってるわけじゃないでしょ、だって。まあ、なんかさ、ね、こういうの多いやん、なんか。こういうの多いですよね、うん、なんか可愛い。普段から女の子ばっかりなんよね、兄弟がね。あ、そうですね。それあるかもね。うん、高校も女子クラスです。ちゃんのお姉ちゃんが可愛いらしいのよ。
喜びます、ね、お姉ちゃんが見てるから喜ぶと思う。何姉妹でしたっけ？4姉妹です。5人兄弟の4姉妹です。1枚でいいから持ってきてくんないかな。写真写真写真じゃないな。じゃない、かぶるやつかぶるやつ。あいなちゃん、あかぶる。嘘嘘びっくりした。まあ、それ嘘やわな。本当に持ってこられてもな。持ってきました。だったら私が脱いで待ってるカメラ。やめてや。三田蔵はなんか気になることない？キングの気になるとこというか、もう僕はもう皆さん知っての通りね、やっぱりあの、まあ、一番のファンみたいなところがあるんで。いや、いたのがすごいらしいんだよ、なんか。まあ、若干ちょっとあのホモなんじゃないかぐらいのね、それで。なんかね、言ってた、あの出てますよ。編集長がこの間、俺、はいはいはい、移動、車移動してたら、はい、まあ、いたのがね、はい、俺が収録に来るとき、電車から降りてくる姿が、はい、かっこよすぎるっつって。これ本当にですね、もうギャップはでもあるかも。ギャップある？ギャップはありますね。何のギャップって、何のギャップがあるの？なんか普段明るいけど、うん、暗い。めちゃめちゃ分からん、言ってることが分からん。なんとかフォローしながら喋ろうとしたけど、普段暗いっていうことやんね。暗い、明るいけど暗い。明るいけど暗いっておかしいやろ。どんな状態やろ。でも俺のプライベートなんて一切知らないでしょ、何してるとか。全然知らないです。ビッグダディハマってんのよ俺、ビッグダディ。なんか、はい、ビッグダディの今までのが全部見れるやつがあって、はい、それをずっと家で見てビッグダディ一人で。やっぱ暗い。やっぱ暗い。やっぱ暗い。否定できんすね。ビッグダディ。やっぱり夢があるわけ俺には。はい、何ですか？やっぱね、うん、41でしょ。はい。これ20代の彼女を作ろうと思ってね。えなちゃん、えなちゃん、えなちゃん、嫌だ、嫌だって言われてます。なんか親戚の人みたいな感じ。親戚のお年玉やろうか。ちょっと想像しよう、ちょっと想像しよう。キングと例えば付き合う、うん、ちょっと想像してみ。デート、じゃあ待ち合わせしました、はい、今待ち合わせしました、うん、で映画見に行きました、うん、ご飯食べ行きました、うん、そしてやっぱホテル行くしかない。帰る。行くしかない。嘘。どうする？嘘。何嘘って？嘘って何？真に受けてる。今何？嘘。この日ホテルに着いたのは深夜3時。長い一日が終わった。またした。お疲れです。もうね、あの一言で言うとちょっとあのファンですね。もうあのツンデレの神様というか、なんかその辺が上手でね、好きになっちゃうんですよ。翌朝8時に現れた彼は短い睡眠時間の割に元気そうだ。この日はテレビの企画会議を行うため編集部の入る事務所に向かった。さあじゃあ会議をやりましょう。やりましょう。はい、お願いします。よし、やっぱここは一発、夏ですし、うん、夏っぽいことがいいと思うよね。いいですね、うん、夏っぽい。だからかおりちゃんに花火になってもらって、なんでよ、かおりちゃん打ち上げるみたい。企画会議の時はいつも笑いが絶えない。しかし、うん、これでも真剣な会議なのである。ビーチフラッグ対決をパチンコプレイガイド TV の面白企画はこうして生まれていくのである。もうちょっときついかな。ビーチフラッグ対決、うん、企画終わりましたけど、はい、じゃあ分かった。水着企画、最後にスタッフから山のキングにとってパチンコとは何かと質問してみた。なんでしょうね。まあ、あの人生のことをいろいろ教えてくれたりとかね、パチンコ屋さんとかそのパチンコパチスロが教えてくれたという部分も本当にあると思ってるんですよね。でも何かって言われると、
それはね、多分最後死ぬ時にね、こう病院で寝ててパチンコパチスロって俺にとってこうやったなって、その時に答えが出るんじゃないかなという気がいたします。はい、答えはまだ出ていない。それが今の答えである。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。